皆さんこんにちは。この動画はデジタルヒューマニティーズ、いわゆる DH について、 DH を活用した研究の先端を走っていらっしゃる研究者の方に話を聞くものです。今回のテーマは、なぜ研究にデジタル、情報技術が必要なのかについてです。では今回も橋本さん、大井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。具体的にどんな局面でデジタル技術が必要 で、それがどういう意義を持つのかっていうことをお伺いしていきたいなと思ってるんですけれども、いくつかいろいろね、その技術もありますよね。でそれぞれについての意義について聞いていくのがいいのかなと思うんですけれども。そうですね、まあ、いくつかの要素がおっしゃるようにあると思っていて、例えば大きく分けると、デジタル化をする段階とか、オープンデータ化をする段階、これはライセンスの問題とかも含むと思うんですけど、あとはこうコンテキストとか文脈を付加していくようなアノテーションの段階があったりして、でさらにはそれをちょっとこう難しいんですけど、構造化していくというか、そういったあの段階があって、どれも大事だなと思ってるんですけども、例えばその最初に言ったデジタル化の段階とかでいうと、橋本さん、どういうところが重要になってきますか？まあ、私の場合はですね、人文学の研究者が対面で行っている活動を、デジタルの世界に乗せていくという、取り組みをしているわけですね。人文学の研究者って一般的には一人で研究していて、一人で単著で論文を書くっていうイメージが結構あるかと思うんですけれども、実際には人文学の研究者って活発に共同しているんですね。ただその共同って教室の中で、例えばセミナーを開いて、でお互い一つのテキストを囲んでですね、みんなで、難しい資料を読むとか、そういった形で対面での距離にですね、閉じている場合が多いんです。でそれをデジタル化することでどんなメリット、どんな意義があるかというと、それをですね、ウェブの世界に、簡単に言えば乗っけていくことで、例えば多くてもですね、共同の規模がですね、数人とか十数人くらいの、スケールでしか可能でなかったものがですね、それをウェブの世界に開くことによって、世界中の人々と、数百から数千、あるいは数万という単位でですね、共同が可能になる、コラボが可能になるという、そういった意義が、一つデジタル化に、する意義として挙げることができるんじゃないかなと思っています。大井さんの方はどうですか？そうですね、例えばデジタル化という文脈だと、ちょっと資料の種類を地域資料というふうにフォーカスしてみたりすると、その国宝級の資料っていうのはもちろんこう教科書にも載っているし、デジタル化もいち早く行われていたりして、もちろんそれはそれで重要なんですけども、各地域のローカルな資料のデジタル化っていうのはすごく重要で、というのも子どもたちって、その教科書の中の出来事ってどこか遠くて自分とは関係ないと思っていることが多くて、それはこの時間的な距離と空間的な距離があって、それが遠ければ遠いほど関係ないから面白くないみたいなふうに思っている子が多いんですけど、その空間的な距離について自分たちの地域の資料から学習が展開したりすると、あれ、これ僕ら住んでるとこやみたいな感じで、どういうことだろうみたいな感じでですね、ぐっとこう学習事項に近づけるっていうのがあったりして、そういった意味で各地域の資料をいかにデジタル化するかっていうのはすごく大事で、その各地域の大人たちからしても、こう自分たちの地域のこと好きになってほしいとか、戻ってきてほしいとか、でもなんかこう国宝みたいな資料はなくてダメかもしれないみたいなですね、ちょっとこうネガティブな声とかもあるんですけど、決してそんなことはなくって、その地域の子たちにとっても、その外の地域の子たちにとっても、この架け橋になるような重要な作業が地域資料のデジタル化だと思っていて、その意味でそれを推進していく、知識的にも技術的にも DH 人材みたいなのが各地域で必要になってくるのかなっていうふうに思ってます。それって誰かがやってくれるものじゃないんですか？こちらから主体的に動かないと残せないものって結構あるんですか？そうですね、そうですね、それいろんなフェーズがあってですね、やっぱりこのなかなか価値を認めてもらえなくって、一部の人はやりたいと思ってるけど、その予算化する時とかに認めてもらえないとか、それが何に使えるんだって言われちゃったりとか、誰に使ってもらえるんだって言われちゃったりとかするようなこともありますし、あとは橋本さんなんかもなされてますけど、災害が起きてしまって貴重な資料が失われてしまって、もう二度と誰も見れなくなってしまうっていうような問題もあったりするですし、それがなくても資料が劣化してしまって見れなくなってしまうことを防ぐっていうようなこともあったりするので、やっぱりデジタル化っていうのはまず重要なフェーズなのかなっていうふうに思います。
次にオープンデータ化っていうのは挙げられていますね。そうですね、今本当にここ10年くらい、人文学関係の資料がオープンデータとして公開されることが一般化、しまして、大井さんのおっしゃったジャパンサーチなんかで、数々のデータが公開されるようになりましたけど、もともと人文学で使われる歴史資料なんかは資料を持っている博物館や図書館がですね、割と権利意識が強くて、二次利用不可という形で、公開することが多かったんですね。90年代とか2000年代初めなんかは、そうした公開の形が一般的だったわけなんですけども、そうすると、資料所蔵者 のですね、予想もしないような使い方ってのはなかなかできないわけですね。論文で引用するならいいですよとか、そういった決められたすごく狭い利用の、形でしか利用できない、状態になっていたわけなんですけども、オープン化することの、一つのメリットはですね、さまざまな資料の所蔵者が予想もしてなかったような多様な利用の可能性が開かれることが一つの意義かなと思います。私の例に、近づけて言えば、みんなで翻刻というプロジェクトではですね、さまざまな資料所蔵者、図書館や博物館が公開する、デジタルアーカイブのデータをですね、インポートして、市民参加の形でですね、全文翻刻文字起こしをしていくという、ことが、プロセスをずっと行っているわけなんですけども、それが可能になったのって、もともとの博物館やですね、図書館がオープンデータとして資料を公開してくれた、ことから可能になったわけなんですね。で、今のは資料のそのものリソースのお話でしたけども、研究、成果をですね、またオープンにすることもですね、もう一つ非常に意義があることで、みんなで翻刻の場合でいうと、翻刻されたですね、文字起こしされたデータはですね、全部 CC ライセンスで誰でも、二次利用可能な形で公開しています。で、最初はなかなか使う人こんなものいないだろうなと思ったらですね、AI 研究の研究者の方々が我々 の公開しているデータに注目してくれまして、くずし字をですね、自動で認識するような AI のモデルをですね、そこから我々のデータを元に AI をトレーニングしてですね、公開してくれるという作業をですね、してくれたりであるとか、あるいはですね、我々の公開している翻刻文をですね、使って Amazon でですね、商業出版につなげてくれたりであるとか、そういった多様な我々が予想もしてきたことかというようなですね、使われ方を、してくれる方がいました。そういった多様なデータの利用可能性を開くという面がオープンデータの一つの意義なんじゃないかなと思っています。そうですよね。やっぱり学校教育で使うときなんかも、そのオープンデータであることっていうのは子どもたちが使うための前提条件であるので、やっぱりオープンであるってことはすごく大事で、実際に先ほどのキュレーション学習をしているときなんかも、すごく素敵な問いを立てた子がめちゃくちゃ一生懸命探して資料を見つけたときにバツみたいなことが書いてあって、先生これなんか使ったらあかんって書いてあるけどみたいな感じで、本当にもう目に涙をにじませるような、なんでみたいなことがあったりして、教材開発してる先生の目線でも、すごいこう忙しい中こう時間を塗って面白い資料を見つけたけど、これは使っていいのかダメなのかわからないみたいなんですね、ことも結構あったりして、で次に多いのは許諾申請をしてくださいっていうのがあって、これもさまざまな事情があって、すでにもういろんな努力をされている結果そう書いてあるっていうのはわかるんですけども、今の学習っていろんな資料をこう毎日毎日使うので、その一点一点にこの許諾申請を出して返答が返ってくるのに3週間とか1ヶ月とかかかる、それをこう1日10点ずつやるっていうのは結構現実的ではなかったりするので、ここはこういろんなですねライセンスがあったりするので、そういったもののあり方を活用者側と提供者側が今後もっと対話をして進めていかなければいけないなと思っていています。でこれはどちらかというと活用者側の目線によった意見だったんですけど、ちょっとですねそれでいいのかみたいな意見もあって、っていうのもサートラスの問題とか改正著作権法 の問題とかで、学校内で の資料の活用、デジタルデータの活用っていうのはすごくしやすくなったと思っています。一方で結構こう授業とかを見ていると、子どもたち例えばこうググって上から3つコピペしてパワポにドーンみたいな貼り付けみたいなので出典を示さないとかですね、いうのも結構見受けられるような授業もあったりするので、仮にその場が法的に問題なかったとしても、今は教科横断的に情報リテラシーを
育成していかなきゃいけないというふうにも言われていますし、子どもたち学校を出たらそういった問題に直面していくので、日常でも仕事でもそういった権利の問題とか、この出典表記の問題というのは子どもたちも先生ももっと考えていかなければいけないとも思っていて、まとめると提供者側は可能な限りオープンで、活用者側はそこに対するリスペクトを持ってちゃんと出典を示す、オープンデータであってもっていうような、こう両方の絵のこうなんかリテラシーの浸透というか、そういったところが必要なのかなと個人的には思ってます。そして続いてコンテキスト文脈負荷というのを挙げられていますね。これについてはどうでしょうか。私も、専門の歴史の方に即してお話ししますけど、やっぱり歴史資料をですね、活用することの難しさの原因の一つって、やっぱり部外者にとってはコンテキストがわからない、元々の資料のコンテキスト情報が多くの場合欠落しているので、そうするとなかなかその資料をどうやって扱ったらいいのか、どうやって解釈したらいいのかわからないっていう点があると思うんですね。それは研究の世界でもそうですし、一般の方々でもそうだと思います。ここにポンと古文書が置かれていてもですね、これ何が書かれているの、どういう位置づけなのかって多分ほとんどの方がわからないと思うんですよね。で、多くの場合そういった資料のコンテキストっていうのは、それを研究している研究者とか、資料を持っている人々にとっては明らかなもので、ある種ですね、暗黙的に共有されている情報なわけなんです。ただその資料の情報活用の可能性を広げていくにあたっては、そういった情報をですね、明示化して明らかな形でですね、オンラインに公開していかなければ、そうするとコンテキストは情報の文脈の負荷っていう作業が情報非常に重要になってくるわけです。例えばですね、私が行っているプロジェクトの一つで、ですね、みんなで古写真というプロジェクトがあるんですけども、こちらではですね、渋沢栄一のですね、に関連するですね、写真のですね、コンテキストの負荷をですね、市民参加の形で行っています。今画面共有させていただきましたけども、これはですね、今右側に出ているのは、渋沢栄一のですね、資料集の中に収録されている写真の、一つで、福沢諭吉展を、渋沢が訪問した時に撮影された写真なんですけども、真ん中に渋沢が写っていますけども、じゃあこれ他に写っている人々は誰なんだっていう、ことは必ずしも明らかではないわけです。もともとの資料集にも書かれてない場合がある。そうするとですね、写真をまた歴史研究やその他の活動に利用する場合ですね、なかなか、それは難しくなってしまうわけですね。でこれを、このみんなで古写真というプロジェクトでは、市民参加でここに写っているのは誰だというふうにタグ付けをしていく、ような形になっています。例えばこれ全員は分かってないんですけども、渋沢の他にですね、畑野正五郎という人物がここに渋沢の隣に写っているということがですね、参加者の一人によってですね、これどうやって分かるんですか。すごいですね。私もすごいと思うんですけど、あ、この場合はですね、おじいちゃんだとかそういうことじゃないですね。この場合です、キャプションに書かれてたんですね。ここキャプションで書かれてる場合もあるんですけど、自分でですね、人名辞典とか過去の他の写真なんかを参照しながら調べなきゃいけない場合もありますし、あるいは写真が撮られた場所ですね、場所、これどこなんだ、この場合は調べれば分かると思うんですけども、丸の内のですね、東京国際フォーラムの近くのあたりで撮影されたものなんだとか、さまざまな写っている人物であるとか撮影された場所であるとか、そのコンテキストを付与することで、またその資料の利用可能性が高まってくるわけです。これはですね、古写真の場合なんですけども、多くの資料についても同じようなことが言えると思うんですね。そういう意味で、コンテキストの付与、情報の負荷というのは非常に大切な作業なんだと、言えると思います。そうですよね。古写真もめちゃくちゃ面白いですね。結構学校教育で使うときも写真ってやっぱりすごいパワーがありますので、やっぱりこう特に小学校とかで使うときは文字の資料より、まずは写真の資料で学習していくっていうことが多いんですけども、おっしゃるようにめっちゃ面白そうだけど何細かいとこわからない写真っていっぱいあったりして、あれですよね、その各地域で古写真ワークショップみたいなのをやって、それこそその時代の知識が終わりの方にすごい語ってもらって、ここはここでねとか、こういう実はエピソードあるんだよっていうのを付与していくと、すごい日本中のあるいは世界中の古写真の価値がぐっと高まりそうですよね。
当時の記事とかを見つけてきて、あ、いいですね、でそのアーカイブ探してきて、うんうん、ここに参加してたのはこの人たちだっていう情報の集め方もできそうだし、なんかミステリーをこう解明していくような楽しさがありそうですね、うん、そうですよね。結構あの学校で使うときはその子写真もそうですし、うん、それ以外の資料なんかもやっぱりこうメタデータがすごく重要で、ヒットして大事そうなんだけどわからないみたいなことが結構あるので、そこにちょっとした例えば時代の情報あるとか位置情報があるとか、できれば解説があるとかですね、解釈があるとか、そういうのがあるだけでだいぶ変わってくるので、そういったあの文脈付与っていうところは活用者の側からするとすごく大事ですね、うんうん、はい、じゃあ続いて構造化を挙げていただいています。はい、構造化ですか。そうですね、また資料の利用活用の可能性の話になるんですけども、資料のデータ、まあ、資料に限らなくてもいいんですけども、さまざまなデータをですね、機械処理しようと思ったら、まあ、プログラムで、処理しようと思ったらですね、やっぱり元のデータが、構造化されている機械的なルールに従って書かれている、あるいはあのちゃんとその資料のメタデータが記述されているということが非常に重要になってくるわけなんですね。で、DH の世界ではその構造化とか、メタデータを記述するためのさまざまな国際標準が構築されていて、まあ、例を挙げるとですね、例えばIIIF と書いて IIIF というものがあったりします。これはですね、世界中のデジタルアーカイブで公開されている資料の、メタデータやその画像データをちゃんと標準化して、公開しよう、でお互い利用可能にしようという、まあ、そういったあの目的のもとに使われている、まあ、国際標準です。企画といってもいいような感じなんですけども、まあ、画像については IIIF っていう仕組みがあったり、あと人文学の分野ではテキストですね、本当に文学作品とか歴史資料を文字起こししたテキスト、テキストをちゃんとメタデータが、記述された、機械的に処理できる形で、記述して、公開共有可能な形で公開しようっていう、仕組み、これについてはですね TEI、テキストエンコーディングイニシアチブという仕組みがあったりします。まあ、こういうふうにですね、画像やテキストといった研究のためのリソースをですね、構造化して、公開することによって、その資料をですね、プログラムによって、まあ、例えば AI の学習に使ったりですね、そのテキストをですね、加工してデジタルアーカイブ化したり、あるいはテキストを解析して可視化したりですね、そういったさまざまなですね、機械処理によるですね、二次利用が可能になるという、意義があります。じゃあまた私のですね、ケースで言うとですね、ちょっと例を挙げさせていただきますと、先ほどですねみんなで翻刻というサイトをご紹介しましたけども、みんなで翻刻では昔の地震関係の、資料を、翻刻文字起こしをしていました。でそうしてですね文字起こしされたテキストからをですね、我々としてはですね防災研究につなげていきたいわけです。ただ翻刻された、文字起こしされたテキストはですね基本的にはプレーンテキストで構造化は一切されていないので自然言語です。なのでテキスト中に出現する例えば日時とか場所といった重要な情報をですね、色塗りして注釈して、まあ、アノテーションっていうんですけど、マークして、でそこにですね、その場所とか日時がじゃあ一体どこなのかいつなのかっていうのをちゃんと機械処理可能な形で抽出するという作業ですね、みんなで注釈というプロジェクトで行っています。こちら今左手に見えているのはですね、みんなで翻刻という、サイトで文字起こしされたテキストなんですけども、例えば安政2年ほにゃららというふうにですね日時がですね黄緑色でマークアップされたり、例えばあとは場所ですね、場所は水色でですね、マークされているのが分かるかと思います。これもみんなでやってるんですか。みんなでやってるんですね。でこういうふうにですね、資料の翻刻されたテキストを構造化することでどんなことができるかというと、例えばですね資料にですね、記述されたですね被害状況をですね地図上にマップしたりマッピングしたりすることが可能になったりします。これがですね、東京の、地図ですけども、この資料は安政江戸地震という1855年に発生した非常に大きな、江戸の町々にですね被害をもたらした地震なんですけども、この資料に書かれていることをですね構造化することによって、こういうふうに、資料の災害によるですね被害を地図上にプロットすることが可能になったりします。例えばこれ赤い部分はですね火災による被害があったとか、茶色いところはですね家屋倒壊があったとかって、こういうふうに見ると
テキストで見たときは全容が分からなかった地震の被害っていうのがですね、一目で分かるんじゃないかなと思うんです。こういうような、まあ、あくまで一例なんですけども、構造資料のデータをですね、構造化する、メタデータを記述することによって、こういったことも可能になるという意味で、まあ、非常にですね、データの構造化が、メタデータ記述というのが重要になってくるんだよというのが言えるかなと思います。そうですよね。なんかあの機械可読性を高くして、うんうんうん、あのこうシームレスにするっていうのがすごく大事だと思います。で、もう一つはなんかこのこう相互運用性っていう視点で考えたときに、こう異分野間をつなげるっていうような役割もあると思っていて、うん、この資料の世界とあの僕の研究の場合でいうと教育の世界みたいなのは、うん、それぞれ違う構造化されたこう概念であったりデータを持ってるんですけど、そこをこうつなぐためにもやっぱこうそれぞれちゃんと構造化されてて、それがこう正規化されていることが大事だっていうのがあると思います。僕もちょっと例をお見せしようと思うんですけれども、例えばあの日本の教育だとあの学習指導要領っていうのがすごく重要なんですけども、なんかその学習指導要領自体がすごい複雑な構造を持ってるんですけれども、それと例えばこう子どもたちがデジタル資料を使った時にあのどこがどうつながってるのかみたいなのをあのお互い知りたいっていうあのモチベーションがあったりするので、例えばこのようにあの構造化されたデータでつなげてあげると、あのこのいった目標言葉言語活動っていうようなところとここの、デジタルアーカイブを使った教材がつながってるんだなとか、ここは古典の単元で、こういったのが使えるんだなとかですね、いう感じであの使う側からしてもあのつながりとその先の構造が見えると分かりやすいっていうのがあると思います。あとあの橋本さんもあの地図への可視化っていうところをあの示していただきましたけども、あのこのように同じようにですね、どこの資料を使ってどこの地域に関する教材が作られたのかみたいなのもやっぱり教育とこの DH デジタルアーカイブの世界をつないだ時もこの可視化されるっていうことの、うん、まあ、可能性を、うん、あの作るっていう意味では重要なのが構造化っていうあのトピックなのかなっていうふうに思います。あの子どもたちにデジタルアーカイブの活用を教える機会でもやっぱり可視化っていうのは結構大きなあのツールになってるんですかね。そうですね、子どもたちもやっぱりあの時間軸と空間軸で表現したいっていうモチベーション結構高くて、そうですね、さっきのあの服部半蔵の時あとかな、あの時間軸と多軸と横軸に見えるっていうのはキューブです。あれは素晴らしい可視化だなと思います。そうですね、あれも多分あの縦軸と底面はあの時間と空間じゃなくてもいいかもしれなかったりとか、あとあのジャパンサーチの年表機能なんかも子どもに使わせるとなんかあの独自の視点で女性が描かれている資料のあの目線の角度とかを分析するバーに使ったりとか、要はあのいろんな独自の指標に使ったりしていて、あのその意味でいろんな可視化の可能性をあの残しておくというか余白にしておくみたいな、そのための基盤データを作るっていうのはすごく大事なのかなというふうに思います。それぞれの要素について教えてもらいましたけれども、二人の話聞いてるとやっぱりその研究ということはもちろんだけれども、それによって意義の部分ですね、社会とこういうふうにつながることが可能になるってところがすごく重要だっていうふうにお話になってますよね、うん、確かにそうですね、言われてみると確かに、そうそう、子どものことを多いさまずっとお話になってるし、まあやっぱりそうですね、研究ってすごい大学の中で閉じちゃいがちなので、そこを開いていく面では今言って挙げたようなプロセスが非常に大事になってくるっていうのはあるかもしれませんね、うん、あんまりそういえば普段意識してないです。確かにそうですね、言われてみると、うん、じゃあなんでそんなに社会とつながるということを大切にされているのか、そのあたり具体的に次回ではお伺いしていきたいと思います。小井さん、橋本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。